ああの今回はですねアキネイターというのを皆さんご存知でしょうかえこのアキネイターというのはあのものすごくこう頭のいいランプの魔人がいるんですけどもまあアキネイターとインターネットで検索してもらえば出てくるんですけどこのものすごくねその頭のいいそのランプの魔人がですねこのいくつかの質問に対してこちらが答えていくと頭の中にそのこちらが浮かべた人物 をズバリ当ててくれるというものになります。じゃ、試しにね、例えば有名なもの、じゃあ、サザエさんで行ってみましょう。えこういうところでプレイすると押します。えっ、ー、と、プレイヤー情報。えー、一応30歳ということで、えー、私30歳にまだなってないんですけども、えー、もう少しで30歳ですので、えー、30歳というふうにします。どうかな。 えー、質問その1、女性、えー、サザエさんは女性です。実在する、えー、しませんね、はい。学校に通ってる通ってないです。東方に関係ある関係ないですね。戦うあ、戦いませんね、多分。日本のアニメに登場するはい。一度でも結婚したことがある ありますね。マスオさんと結婚してます。息子がいるあ、ありますな。なこれ怖くない息子がいるタラちゃんいますね。はい。漫画の主人公。いや、主人公です。ハンバーガーと関係ある。ない。サザエさんに出てくる。これはひどくないですかこれもはいでしょでもサザエさんって確定で出てちゃいますよ。 思い浮かべているのは、ズバリ読み込みもすいな。読み込みがもいです。えー、福田サザエでございます。すごいね。ほら、すごいでしょアキネーター本当にすごくないうん。アキネーターすごいと思います。うん。すごいよね、アキネーター。 じゃあね次はね、じゃあどうだろう,うんじゃあ、ガクトさんにしましょう。ガクトさん。はい。なんでガクトさんか分かんないけど、ガクトさんにしましょう。うん、もう一度遊びましょう。はい。このランプの街、すごいよね、ほんと。このランプの街がね、こいつすごいよ。はい。女性、はい。違います。10巻以上漫画ありません。読み込みがね、非常に。 遅かかったりとかしますねちょっと固まっちゃったかな大丈夫かなこれ。っていうか考えすぎ。アキネータどうした考えすぎ。無理。ちょっと待って。無理です。アキネータ考えすぎ。 男性質問1、男性はい、そうです。アニメになってないですね。35歳以上じゃないの学徒さん、多分。はい、多分そうですね。芸能人あ、そうです。えー、違います。ジャニーズ芸能人、所、ジャニーズ事務所か。ジャニーズ事務所所属。 い,いえ星座には関係なくないですかえ、50にはならないと思う。音楽は関係してるね。いや、いいえ、違います。あるある、それはあるでしょう。 出てないです。G という文字に関係ある。ガクトだから G 関係あるよね。ガクトに関係する。それはガクトに関係しますよ。すごすぎないということでですね、ガクトさんとサザエさんを言い当てられましたので、ここで、これ有名人しか基本わからないはずなんですよ。 有名人しかわからない体として、このチャンネルで、一応僕、木下裕二と鈴木智也のおしゃリりという、えー、ものをやってるんですけども、えー、木下裕二さん当てられるかどうか。絶対当てられないでしょう。だって、木下さんはそもそも有名じゃないし、アキネーターは木下さんのこと知らないし、みたいな。えー、YouTuber も YouTuber で、底辺 YouTuber だし、うん、木下さんのことは当てられない。だから、ここで木下さんを当てたらアキネーターすごいし、 むしろ、その木下さんのイメージの選択をしてって、誰が出てくるのかっていうお楽しみでオチをつけようと思います。はい、当てたら怖いよね。逆にね。女性、えー、い,いえ。ユーチューバーユ YouTuber です。ゲーム実況者。ゲーム実況者ですね。よくマイクラ実況はしていません。 ニックネームは4文字。えー、キノピッピなので、えー、これはちっちゃいつが入るので4文字ではないですね。顔を出してますかあ、出してます。ニコニコ動画で有名ですかえー、いいえ。髪を染めてますかあ、いいえですね。ニックネームは3文字。えー、違います。ラップが下手くそですね。<laughs> そうラップ上手か分かんないです。たぶん、うーん、ラップ多分上手じゃないのでいいえですね。はい。主に銃を使って戦う。扱使ってませんね。ニックネームに付かない。はい。二人組ですか。えー、一応、シアベリーなので二人組。えー、でも、昭和ロボンで三人組、どうなんだろう。でも、一応二人組ですね。はい。ニックネームは死から始まる。えー、無理です。 野球について話していますかあー、話してないですね。相方は話してます。メガネをかけてますかおお木下さん。おいけんじゃないかけてますよ。ゲームビズに関係しますかえー、いいえ。太ってる。あ、太ってないですね、木下さんは。相方がメガネをかけてる。いいえ。 20歳未満、えー、いいえ。二人で活動していますかあ、二人で活動することもある。独身、はい、独身です。ゲームに関係するうーん、関係しませんね。音源のミックス、ええー、しません。オルタナに関係ありますかあ、関係ないです。オルタナに関係ないです。えー、思い浮かべてるのは、ジンタンあ、誰だよって話だけど。木下さんは、 これ、多分あれじゃない、ダブル、なんだっけこれ、スカイピーススカイピースのジンタンさんじゃないっていうことになりました。木下さんはスカイピースのジンタンということで。はい。もうね、ここに乗るようになったらすごいよね。じゃあ逆に僕行きましょう。僕。僕も多分出ないと思うんですよ。木下さんはジンタンで、僕はどうなんだろうっていう,うことでやります。はい。えー、男性です。はい。 えー、35歳以上ではないです。えー、YouTuber ですね。はい。何人かのグループ。はい、何人かのグループです。フィッシャーズのメンバーではないです。二人組ですね。はい。スカイピースのメンバーですかいいえ。特型駆逐艦ですか違う。水溜りボンドのメンバーですかいいえ。いや、トミー、トミーはいるけどね。 違う。錦織 K と戦ったことがあるかないです。錦織 K か、えー。男女グループ、えー、違いますね。陰夢中、違いますね。パソコンに強いですか強い方だと思います。タイプとしてはクール。はぁ、なんかクール。 でもね、実際問題クールだと思う。自分で言うと熱いタイプっていう風に周りに見せてますけど、多分人からすると冷めてる感じに見られるので、一応クールじゃないのかな。はい、音楽には一応関係してます。はい、歌い手のマフマフとコラボしたことがありますかあ、いいえ。歌ってみたでおなじみの人ですかおなじみでもない。カイワレハンマーのメンバーですか これマホットとかそういうことわかんないけどあだ名の頭文字は「ゆ」違いますね7つの滞在の一つでもないです北海道も関係してませんゲーム実況者では一応あるアベノミックスに関係はし,してんの してないよ取り込み中になっちゃったよアキネーター大丈夫落ち着けてくれないのアキネーター固まるはいうえー、UFO に関係しますかえー 関係しません呼び名はとびうん二文字ではないですね思い浮かべてるのはマルク <laughs> まあだから結局はこれ多分有名人じゃないと当てられないんで僕も木下さんもえアキネーターに当ててもらえるぐらい有名になればえ嬉しいですねえということでね最後まで見ていただいた方ありがとうございましたえ今日の動画良かった人はえ高評価えまたコメントえそれからえチャンネル登録がまだの人はチャンネル登録をしていただければと思いますということで皆さんありがとうございました